ペインに敗れたフランス優勝逃し現地ブチギレる。パリオリンピックサッカー競技男子は、現地時間9日に決勝戦が行われ、開催国フランスとベスト8で日本に勝利したスペインが対戦した。試合は前半12分、右サイドの相手陣深くからのスローインをオリーズが受けてクロスを上げる。これは相手に当たってしまうが、エリア右でこぼれ球を拾ったエンゾ、ミヨがシュート。これをスペインゴールキーパーアルナウ、テナスの手を滑り抜けてゴール。フランスが悲願の金メダルへ向け早々に先制した。スペインも18分、右サイドからのパスに反応したアレックス、バエナがエリア内へパス。中央で完全にフリーになっていたフェルミン、ロペスがダイレクトでゴール左下へ流し込みスペインが同点に追いついた。そして25分にも左サイドでボールを受けたミランダがクロス。これはベル、ルイスが合わせるがゴールキーパーがセーブ。だがこぼれ球をフェルミン、ロペスが押し込みスペインが逆転に成功。28分にもアレックス、バエナが直接フリーキックを突き刺し3点目。スペインが10分間で立て続けの3ゴールを決めフランスを突き放し前半を折り返した。後半に入りフランスが攻勢を強めるがスペインはリードしていることもあり、攻め急ぐ様子は見せずボールを動かす。後半20分を過ぎてフランスは何度か決定的チャンスを作るものの、スペインゴールキーパーアルナウ、テナスのビッグセーブやミスで決めきれず。それでも後半34分、右サイドからのオリーズのフリーキックをアクリウシュがワンタッチで合わせる。これが決まりフランスが1点差に迫ると後半アディショナルタイム、コーナーキックの競り合いでカリムエンドが倒される。一度は流されたが VAR の結果 PK に。これを待てたが落ち着いて決めて土壇場でフランスが同点に追いつき、試合は延長戦へともつれ込んだ。延長前半9分、スルーパスに抜け出したセルヒオ、カメロが、飛び出してきたゴールキーパーを見極めチップキック。これがゴールに吸い込まれスペインがリードを奪った。延長後半アディショナルタイムにもカメロがカウンターからとどめのゴール。開催国フランスを5対3で退け、1992年バルセロナオリンピック以来32年ぶりの金メダルを獲得した。この結果にホームフランスサポーターからは、悔しすぎる。勝てた試合だった。もっと笛を吹けよ審判。仕留めきれなかった。ドラマの展開もハッピーエンドではなかった。ホームで最大のライバルの前に散った。せっかく試合を支配したのに。また決勝で負けた。こういう展開で勝てないとワールドカップでも勝てない、などの悔しさと怒りの声が上がっていた。面白かったけど3点目のフランスの PK は疑惑だよな。今大会はフェルミン、ロペスがすごかった。MVP だろ。フランスや日本が弱かったんじゃなくスペインが強かった。バエナのフリーキックは声出た。ビューティフルフリーキック。朝3時までハラハラしたくない。寝れないわこれ。決勝にふさわしい試合、手に汗握る試合だったわ。若い世代が台頭しすぎだわ。世界は広い。このスペイン優勝なら実質日本銀メダル。本当に死闘でしたねー。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。